やぶおとし。山本周五郎。今でも、やぶおとしへ近寄るものはない。勘三郎がそれに熱中し始めたのは、いつ頃のことか分かっていない。ともかく、お豊かが嫁に来たときには、すでに、勘三郎の山探しは、誰知らぬもの、亡きありさまになっていた。お前も大体察しているだろうが。お豊かが貸してきて間もなく。 ある夜勘三郎は彼女を前にして言った。阿多江の家は、ここのところ、ずっと左前になっている。世間では知らぬが、檜山も先月手放してしまったし、横の山も低頭ながらになった。残っているのは、氷の送電と溝の桑畑とこの家だけだ。それも、多くは、二番三番の低頭に入っている状態で、このまま行けば。 5年と経たぬうちに無一物になってしまう。どうかして、俺はこの状態を切り抜けたいと思うが、こうなっては、尋常のことでは、とても盛り返すことはできぬ。それについては、山を当てるのが一番早道なのだ。水晶をう山を当てることが、どんなに距離を得るか、お豊かはよく知っていた、山探しのためには、電池山林を失い。 祭祀を植えさせる人たちがどんなに多いか知れぬがその代わり一山当てれば何十万という金が転げ込んできて手放した電池画像を買い戻すばかりでなく人を驚かすような贅沢ができるこの村だけでもそういう人が二人まであったしかしそれは十年ほど前のことでそれ以来この地方で山探しをする者はなくなっているもうこの県内には 水晶こう山はないというのが、この頃の常識になっているのだ。もう山はないとか聞いていますがあなたはあてがあるのですか。お豊かが恐れ恐る聞いた。あてがなくて山探しなどをするものか、お前だけに話すのだが、実は勘は沢の辺りに一山あるはずなのだ。これを見てごらん。勘三郎は、そう言って、 仏壇の抽出から一枚の古ぼけた長所のようなものを取り出してきた。おとよには読んでもわからなかったが、勘三郎の説明によると、それは、祖父にあたる金次郎という人が三十四年かかって調べ上げた覚書で、その軍の産地の地質表のようなものであり、勘は沢の奥に水晶をう脈がなければならぬということが、地際に書き記してあるという、それには、 また、十数通も、県の技師の鑑定書がつづり込んであった。今、市の水晶商人の扱っている品は、みんな、シナや満州や南米辺りから輸入しているもので、これは、ぐっと品位が落ちる。この辺りから出る、見事な六角結晶をした品は、到底、そんな輸入品の及ばぬ、上等な水晶ばかりだ。ことに、俺の探している山は、 これにも書いてある通り、紫水晶の鉱脈だから、探し当てれば、それこそ、大変な儲けになるのだ。そういうわけだから、長いことは言わぬ。5年の間、俺に山探しをさせてくれ。必ず山を当て、あたい石の家を盛り返してみせるから。はい。おとよには、良人の気持ちがよく分かったので、家のことは、自分一人で始末をし、良人には、 何の心配もなく山探しをさせようと決心したそれからおとよの困難な生活が始まった勘三郎は腰へ弁当の包みを縛りつけ丸のみと金づちと鉱石を入れる皮袋を持ち毎日暗いうちから山へ登っていくそれを送り出してからお豊は姑のおつねと雇い男の助三郎を相手に野良へ出て 百姓の嵐ごとにかかるのだ。たけきにも植えつけにも、勘三郎の手は煩わさなかった。子が始まると、三日も四日も眠らずに過ごすことがある。人を雇うほどのゆとりはないし、証句吐けば、収入に差つえるので、お豊かは、体をいとわず、働き通した。良人が絵さえ当てれば。そうすれば何もかも償われる。お豊かは、そう思うことで、 自分の体にむき打っていた。2年目の夏、他の草取りで猫の手も借りたい自分に、お豊かは男の子を産んだ。お産は極めて軽かったが、長い間、体に無理をしてきたので、その後の日立ちが思うように行かなかった。そうかといって、草取りの時期に、いつまで床についてもいられないので、1週間ほどすると野良へ出たが、半日足らず草を抜くうち。 初期に当てられて倒れてしまった。お豊は、そのまま収穫まで寝ついた、その間に、姑のおつねが子に、続いて生まれた男の子が病気になった。父不足が、もとで、ひどい栄養不良になったのである。勘三郎は、収穫が済むまで家で働いた、その年は、どこも近年にない出来飽きであったが、あた石の田だけは手入れが届かなかったので、 ほとんど3分の1が水稲になってしまったし夏後から晩秋さんまで眉をはかなかったから年末には恐ろしい窮坊に見舞われた溝の桑畑和町足らずを半分ばかり失ったのはその年のことである年が明けると間もなくお豊かがどうやら起きられるようになったので勘三郎は待ちかねたように再び山入りを始めた 今までと違って、今度は坊やができたのですから、どうか気をつけてください。危ない場所へは近づかないようにしてください。大丈夫だ。勘三郎は、妻の乱れた顔を見ながら、お前には苦労をさせるが、これもいつまで続くわけではない。俺には、もう、大体、婚脈の見当がついてきたのだ。それはよろしゅうございました。 お豊かはおとなしくうなずいて。どうか、家のことは心配せずに、早く山を当ててください。よし、きっと探し当てる。勘三郎は確信ありげに言ったが、腹の内では苦しかった。実のところ、彼は、もう山探しには絶望しかけていたのである。祖父の調べた記録に従って、勘は、沢の奥は、ほとんど残るところなく歩いたのだが、 どこにもそれらしいものがない渓流に現れるところにはよくこ脈が露割れているというので沢沿いに水源地近くまでさかのぼってみたそれからまた紫水晶のある岩は月夜になると傾向を発するということを聞いたから月の良いおごとにそれと思われる場所へ行ってみたりしたしかしみんなそれは無駄骨折りに過ぎなかったのだ 世間で言うように、ここには水晶はなくなっているのかもしれぬ。お豊かが寝つき、母が死に、夏から冬へかけて長いこと家にいる間に、勘三郎は、もう再び山へは入るまいと思い、はじめ、祖父の残した覚書なども見えぬところへしまい込んでしまった。死ぬ気になって働けば、たとえ失った財産を全部回復することはできないとしても、 親子三人の生きるるだけけはやっていけるであろうそういうことを何度も考えたのであるけれどそう決心をする後から何とも知れぬ空虚な苛立たしい不安が襲いかかってくるもみ寄りなどしているとふっと気がつくといつか呆然と山を見守っているのだ勘三郎は妻を愛していたのっぴきならぬほどの愛情であったおよの顔が貧乏に痩せ 出産と長い病気に血の毛をなくした方がたるんで、油気のない髪が抜け上がっているのを見ると、彼の心は、抑えることのできぬ悲しさと悔いに痛むのである。しかし、結局、それは、それだけのことでしかなかった。お豊かに対して、どんな強い愛情を感じているときでも、彼の心はいつも外から呼びかける声を聞いているのだ。勘三郎は、 再び山入りを始めた、おとよの体も、暖かくなるに従って回復し、子供も弱いながら発育していった。困難な年が続いた。5年目の冬には、電池畑をすっかり失い、家と土蔵等を再建者の手に取られてしまったので、勘三郎は妻と子を連れて、叔父の世話にならなければならなかった。子供も、 そろそろ学校へ上がるようになったのじゃないか。バカな夢は、捨てて心を入れ替えたらどうだ。地道に働く気なら、親子三人の食って行けるくらいの電池は分けてやる。叔父の宅地は、阿太戚の家から出て、現在の家へ養子に入ったのだが、入り婿するとき、二丁部ばかりの田を持って行ったので、次第によっては、それを勘三郎にやってもよいと思ったのである。 どうか勘三郎はおとなしく答えて頭を下げたお豊は悲しげな良人の横顔を見守っていた勘三郎がお豊を愛していた以上にお豊はもっともっと良人を愛していたのであるこうした愛情ほど不思議なものはないお豊が初めて勘三郎を山へ送り出した時は早く山をあて 与席の家を盛り返してほしいと考えていたのであるがそれから日を経るに従って彼女の思うことはただ両人が愛しいというだけになっていった両人がどんなに自分の苦労を気に病んでいるか妻に貧乏をさせ困窮の中に母を死なせ病弱の子を産み土地と家を失い叔父の家に気の救いを求めるまでになった両人の 急迫すればするほど強く、絶えず自分に働きかけてくる愛情と謝罪の気持ち、それを思うとき、とよの心は締めつけられるように苦しく、何もかも投げ出して、悔いのない愛しさを感じるのであった。水晶こう山を探し当てるか当てぬか、そんなことは、もうとよには問題ではない。自分や子供が どんなな苦労をししようと構いいはしないただ両親の望みを果たさせてやりたいのだ。両人が望みを達して喜ぶ顔さえ見たら、その時自分がどうなっていようと、それで自分は満足できるのだ。勘三郎は、叔父の邸外にある古い隠居書をもらい、それに手入れをして、親子3人の寝どころを作った。そして、お豊は、ほとぼりの冷めるのを待って、叔父に知れぬように。 両人を山へ出してやった。あなたの働く分ぐらいのことは、私と裕吉で結構やっていけます。おじさんに聞かれたら、何とかうまくいっておきましょう。お豊は、青白い方に、母のような微笑を浮かべて言いながら、両人を送り出した。それから、3月ばかりして、お豊は死んだ。過労から来た心臓の病気で、倒れたと思うと、 医者の来る間も待たずに急死したのである。勘三郎は、もちろん、その死に目に遭わなかった。山から帰ってきた勘三郎は、人々の集まっている暗い部屋の中で、おとよの死に顔を一目見るなり、突き飛ばされたように家を飛び出して、そのまま、夢中で、山の方へ走り出した。叔父の滝地が後を追って出ると、夕月の光の中を、おとよ 音よとよわめきながら、狂気のように走り去る勘三郎の後ろ姿が見えた。明る日になっても、勘三郎の帰る様子がないので、村の人たちは、手分けをして探すことになった。そして、人組の青年たちが、神は、沢のくぬぎ林の中に彼を見つけ出した。勘三郎は、それから、半年、あまり山へ入らなかった。 いつもむっつりとして、悠吉と一緒に野良を働いていた。叔父の滝は、今度こそ、勘三郎も身にしみたであろうと思い、一冬過ぎたら、のちの心配をしてやり、その時の都合では、悠吉を自分の手元へ引き取ってもよいと考えていた。それにもかかわらず、収穫にかかろうという忙しい時になると、いつかしら、 勘三郎の姿が野良に見えなくなり始めたのである。彼は、また山入りを始めたのだ。二人分の弁当をこしらえて、悠吉を連れて、けれど山へ登ってからの彼は、別にこう脈を探す様子もなく、子供の手を引いて、あちらこちらと山の中をさまようばかりであった。時々立ち止まって転げている石くれを拾い上げたりするが、そんな場合にも、瞳は、 ああらぬ方を見守っていいるるという風であるどうするのそれなんなの子供がいぶかしげに聞くと勘三郎は我に帰ったように拾い上げた石くれを見ううんと低く鼻で答えながらそれを遠くへ放り投げるのであったある日二人は栗林の中で弁当を使いその後で勘三郎は草の中へ横になって打とうとした それは、ほんの短い時間であったが、目を覚ましてみると、子供の姿が見えない。彼は、起き上がって名を呼んだ。よく晴れた秋の日で、草の葉を揺るほどの風もなく、木をし通るような空気の中に、羽中のうなりが静かに聞こえていた。雄吉、坊や、勘三郎は、栗林の中から出て、猟獣で口を囲いながら叫んだ。それから丘を降りて、 道の上下を探し始めた。けれども、子どもの姿は見えず、泣く声も聞こえてこない。勘三郎は沢の方へ走り出した。日暮れ近くに、勘三郎は、基地街のようになって村へ駆けつけた。人々が集められた、提灯や商家を持った幾組もの人たちが、結吉の名を呼びながら、山へ登っていった。収穫の終わる頃で、 どこの家も忙しい最中であったが、捜索は三日の間続いたけれど、ついに子供を見つけ出すことはできなかった。藪落としにかかったのだ。みんな、そういうことに一致した。元は大石のものだった平山から神場、沢の方へ十丁ばかり行ったところに、その地方で金田と呼んでいる細い篠田家の密生した斜面があった。幹も葉も。 滑らかな油を塗ったようなささで、四十度ばかりの傾斜をびっしりと埋めている、その斜面のつきるところが、断崖になって、五十尺ばかり下をかんば、沢の水が、滝をなして流れているのだ。誤って、この笹に踏み込むと、そのまま、斜面の笹を滑って、断崖から落ちる、しかやくさえも、しばしば、そこで命を失うのであった。人々は、 そこを薮落としと呼び、いつの頃からか伝説さえ生まれて、間の住むところというふうにまで言まれ、どんな向こう水の漁師もそこへは近寄らなかった。勘三郎が、生もこりもなく山入りをするので、薮落としの間が結吉を引いたのである。人々はそう言い合った。そして、結吉を探すことは断念した。それから、長い年が過ぎた。 この期間には別に記すことはない。勘三郎は、叔父の家にいてよく働いた。時によると、二三日山へ入ったまま帰らぬこともあるが、その後では忘れたように、せっせと野らを稼いだ。後添いをもらうように勧めるものもあったが、いつも、勘三郎が気乗りを見せないので、滝地も、強いて押しつける気にならず、その代わりには、山入りをした時も、 別にに怒らずに放っておいた勘三郎が五十一の年、滝地は木の字の宿を済ませて死んだ。滝地は死ぬ時に自分が与太石の家から持ってきた電池の二丁部を勘三郎へ与えていったが、その後別に名を書き換えるでもなくずるずるに滝地の長男のもののまま終わってしまった。同じような生活がそれから何年も続いた。そして またしても勘三郎の山入りが始まったのである。その数年前から、彼の体はぐっと弱っていた。耳も遠くなっていたし、目も、かすみ始め、足痛風を患って、右足が硬直したっきりになった。そんな体で山歩きをして、もしものことがあったらどうしますか。家にいて、子供の守りでもしてください。どんなにでも、五章の面倒は見てあげますから。 卓地の長男は、たびたびそう言っていさめてみた。そうすると、勘三郎は、黙ってほほ笑みながら、よしよし、そうしよう。と答えるのだが、朝になってみると、もう家にはいないのである。勘三郎は60を越した。秋のことである。彼は、握り飯を持って、腰へ、丸のみとかなづちを入れた皮袋を下げ、右足を引きずりながら、 山の中を歩いていてたどの道もどこの岩地も何十年となく彼が見慣れたものだクヌギ林の先に何があってどこの松が切られたか目をつむったままでもはっきりと見えるかつての檜山はすっかり切り出されてその後へ広い振動ができてしまった勘三郎は沢の方へと進んでいた振動の方には絶えず車の音や人声がする 彼は、その物音から遠のきたいのだ、自分一人になりたいのだ、不自由な足を引き引き、かんば、沢の流れの聞こえるところまで来た。その時、彼は、丈夫な方の足を草の根につっかけて、横ざまに倒れた。勘三郎は、自分の体がすさまじい勢いで、ぐんぐん滑り出すのを感じた。彼は、半ば夢中で手に触れるものをつかもうとした。やぶ落としだ。 そう思ったとき、不意に、勘三郎の体は、激しくどこかへ落ち込んだ。彼は、落ちたまま、しばらくじっとしていたが、やがて、静かに顔を上げてみた。そこは二つぼばかりの窪地で、頭の上へは、みっしりと金畜がいいかぶさっている。断崖まで滑らずに済んだのだ。助かったのか。勘三郎は、ほっとして半身を起こした。そのとき、 彼は笹の葉を通して落ちてくる光の中に思いがけぬものを見つけ出した。彼は身を起こしかけたままそこに居すくんだ。それから随分長いことして恐る恐る手を伸ばしそっとくぼ地の岩壁をなでてみた。薄い光を含んでぶどう色に光る紫水晶が露出しているのである。勘三郎の手はブルブル震えながら。 六角結晶の先端を次から次へとなでまわした。お豊か、お豊か。彼はいきなりそう叫びながら自分の体をそこへ投げ出して泣き始めた。何十年もの間にすっかり忘れていた妻の顔が痛いほど鋭く思い出されたのだ。何になるんだ、何になるんだ、今頃見つかったところで、お豊。勘三郎は、 薄くなった髪の毛をかきむしり、拳で胸を打ちながら泣いた。それから、彼は怒りのぼって、そして、皮袋の中から金槌を取り出し、岩壁に露出している。美しい紫水晶の先端をキチガイのように砕き始めた。何になるんだ、こんなものが、こんなものが、お豊か、お豊よ。明くる日の馬近く、薪木を織りに入った村の女たちが、 藪落としの近くに倒れている勘三郎を見つけて村へ助け帰った。腰の弁当には手がつけてなかったし、両手の指は血だらけになっていた。彼は、その右手に一塊の土を握って人々に見せながら、とうとう見つけた藪落としの中に、こんな見事な紫水晶があるのだ。俺は大金持ちになった。と言った。村の人たちはそれを聞くと、 互いに顔を見合わせ彼もまたやぶ落としの間につかれて気が違ったのだと思い妻と子をあんな不幸なことにした罰だけでもそうなるのが当たり前だと語り合った勘三郎はそれから間もなく死んだどうして彼はあの窪地から這い出したとき本当の紫水晶を持ってはこずに土くれを持ってきて気違いを装ったのであろうか それを説明することは誰にもできないであろう。彼の死体はおとよの墓と並べて埋められた。